こんにちは、キキです。今回は太陽光発電を最大限に生かす昼間にお湯を沸き上げる方法を調べましたのでシェアしていきたいと思います。今回の目次です。下にチャプターを載せておきますのでご活用ください。このチャンネルではおうちづくりで学んだことや収納やインテリアと暮らしに役立つ情報を発信しています。また3人の子育てをする上での節約情報も発信していますので、よろしければこのタイミングでチャンネル登録やグッドボタンを押していただけると嬉しいです。では本題スタート。キキチャンネル始まるよ。1、我が家のエコキュートの紹介。我が家のエコキュートはパナソニックの HEL46KQ を使用しています。去年の2022年のリフォーム時に購入したものです。こちらはAI ソーラーチャージはついていませんので、自分で天気予報をチェックし設定する必要があります。パナソニック以外でも三菱のお天気リンク、東芝の光タッチリモコン、ダイキンさんの昼間シスト機能、コロナのソーラーモードアプリ、日立の日立エコキュートアプリという機能があり、それぞれメーカーによって沸き上げ方は違いますが、昼間太陽光で賄った電力を使って昼間お湯を沸かすことが可能です。私もいろいろ調べてみたところ、最新のエコキュートほどエコキュートと太陽光発電を連携してアプリが天気予報を自動で確認し、昼間に太陽光発電を利用してしっかり沸き上げをしてくれる機能がついているなという印象です。2、ソーラーチャージを使ってお湯を沸かす方法。ソーラーチャージとは太陽光発電の余剰電力を自家消費してお湯を沸かす機能です。夜間の沸き上げ量を減らして翌日の昼間に分散して沸き上げを行います。ソーラーチャージを使うにあたっては太陽光発電はメーカーは問いません。夜間の安い時間帯の売電価格が太陽光発電の単価よりも高い場合には、ソーラーチャージ機能はとても有益です。積極的にソーラーチャージ機能を使うことで、ただでさえ安いオール電化の電気代をさらに削減することができるんです。設定方法は前日の夜に翌日の天気予報をチェックし設定する必要があります。リモコンの操作方法です。こちらは前日に晴れだと分かったら、まずメニューを押して炊き上げ設定を決定します。で、下に行くとソーラーチャージ設定というものがありますので、こちらを決定します。で、こちらに1回設定と連続設定というものがあるんですけれども、こちらは1回設定にしてください。連続設定ですと毎日行ってしまうので、雨の日でも沸き上げをしてしまうので、こちらは注意が必要です。で、我が家の場合は4時間最大で設定できますので、10時から14時というふうに設定します。こちらで夜の設定は完了です。こんな感じにお日様のマークが出るようになりますね。ソーラーチャージ設定についてはこちらで完了です。これで夜間と昼間に分散して沸き上げをしてくれます。はい、続いては手動で昼間お湯を沸かす方法を紹介します。こちらの方法は翌日晴れ予報の場合、夜間の沸き上げを吸収し、夜間全く沸き上げをしないという方法です。太陽光発電されているのを確認して手動で沸き増しをします。リモコンの操作方法です。こちらも前日の夜に次の日が晴れだと分かったら、メニューから沸き上げ設定を選択し、休止設定を押します。そしてタンクの沸き上げを休止設定しますで2日間選択し完了します。こちら1日だと日付が変わってから沸き上げを開始してしまうので、必ず2日間設定をしてください。はい、こちらでまず沸き上げを休止することができました。はい、では翌朝です。翌朝今8時20分ですが、今太陽光が 2.81 発電されている状態になります。発電されているのがチェックできたら、次はリモコンを見て沸き増しボタンを押します。こちら我が家は500リットル沸かすように設定します。で、決定を押したら沸き増し開始です。こちらの方法は夜間全く沸き上げしないので、太陽光で賄った電力で全て沸き上げをしてくれるので、より節約になりおすすめです。ちなみに我が家は8時20分から沸き上げを開始して、10時40分にはメモリがいっぱいになっていました。はい、ではここからは昼間お湯を沸き上げる場合の注意点をお話しします。今まで説明した方法は
太陽光発電を行っている家庭が節約の対象になります。太陽光発電システムを設置していないご家庭で設定をすると電気料金が増えますのでご注意ください。また夜間の安い時間帯の売電価格よりも太陽光発電の売電価格の方が高い場合には太陽光で発電した電気を売った方がいい場合もあります。我が家の場合は23時から7時までの単価が16円、太陽光の売電価格は7円ですので電力会社に売るよりも自分で自家消費した方がかなりお得になります。また天気予報が外れると電気単価の高い昼間にエコキュートのお湯を沸かす羽目になります。我が家も私が仕事の予定で晴れと出ていたのでソーラーチャージ設定をしていたのに翌日仕事中に雨が降ってきてしまい高い昼間の単価で沸き上げをしてしまったということがあり仕事中もやもやしてしまったということがありました。このように天候や発電量によって昼間の沸き上げを太陽光発電システムだけでは賄えず高い電気料金で沸かすことがありますので注意が必要です。はい、いかがだったでしょうか。4月から電気料金が値上げされ10月からは国の補助金もなくなってしまいますので今年の冬の電気代もやばいのは目に見えていますよね。今日ご紹介した節約方法は地道な節約方法かもしれませんが節約は最強の副業と言われている時代ですので私も地道に頑張っていきたいと思っていますのでこの動画を見ている方も一緒に頑張っていきましょう。こういう細かな設定が苦手という方はこちらの動画で設定をするだけで電気代を安くする方法という動画を上げていますのでこちらも見てみてください。そして今回の動画では前日に天気予報をチェックするという作業があり私も最初は忘れてしまっていたんですけれどもアレクサのリマインダー機能を使えば簡単に解決することができます。我が家の場合は寝る前の20時30分になったらアレクサが天気予報をチェックしエコキュートの設定しましょうと言ってくれるように設定していますので私はそちらのアナウンスを聞いて設定するようにしています。アレクサのリマインダー機能の詳しい設定方法はこちらの動画でも説明していますのでアレクサを持っている方はこちらの動画もご参考になってください。アレクサがなくても自分が持っているスマホでアラーム設定をするということもいいと思います。今回の動画が参考になったよと少しでも思っていただけた方はチャンネル登録やグッドボタンを押していただけると嬉しいです。では今回はこの辺でまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。チャンネル登録と高評価お願いします。